はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています今日ご紹介する本はこちらの電気がわかる本というタイトルの本ですで、えー、普段ご紹介する本はこの動画の説明欄に再生リストのリンクが貼ってありますので良ければそちらからご参照ください 早速、この本のご紹介を始めていきますけれども、えーまあ、この本はタイトルの通りです、えー、と電気について書かれている本で、えーとまあ、よくある、なんていうんですかね、ブルーバックスでしたっけ、えー、とのような、えーまあ、そのサイエンスの内容を、まあ、一般の方にもわかりやすくご紹介するというような内容です。で えーまあ、なんでこの本を買ったかというとですね、まあ、私、少し電気に関わる仕事をしているんですけれども改めて考えてみると電気って全然分かってないなということで、えーまあ、買ってみた本です。で私自身、実は高校で電気科学とか、えー、電磁気学とかやってなくてですね まあちょっと恥ずかしい話、まあ、今更30代になって勉強し直したという内容の本です。で、電気って何かっていうと、まあ、非常に基本的なところから書いてあります。例えば、家庭の分電盤ってどういう仕組みになっているとか、電力使用料金っていうのはどういうふうに計算されているのか、あと、まあ、個人的に勉強になったのは、えー、炭素と酸素の原理ですね、こんなの,あのエンジニアの方だったら、ごく当たり前に知ってることかと思うんですけれども、私自身、あんまり会社で,です、ね、こういった工事とか、 対応する機会もなかったこともあってこう聞いてるんだけれどもよく分かってないみたいな状態だったんですけどもまあそういう基礎の基礎からあの参考になりましたまたはまあ炊飯器の仕組みとか、えー、蛍光灯の仕組み電子レンジの仕組みエアコンの仕組みまあ、あと IC チップの仕組みとかセンサーの仕組みとか、まあ、結構ですねあの何、ー、て言うか電磁気学という範囲だけではなくて、まあ、やっぱり一般の方も分かるように、えー、応用について えも非常によく説明されていて、まあ、カメラとかテレビとか DVD とか、あのー、あとは情報通信機器ですね例えばラジオとか携帯電話とか GPS とかあの非常にえまあ身近な製品でかつこの電磁器、まあ、電気が 関わってて、ていいいるものについて、えーまあ、分かりやすす。く説明されてたと思いますで私自身これ一回読んで全部理解したというわけじゃないんですけれども、まあ、ある意味雑学の本みたいな感じでパラパラパラって読める部分もありましたしまた、えー、何か分かんないこととか気になることがあったときにこの本に戻ってきて、まあ、少し理解深めるとあのアカデミックな内容をきっちり理解するっていうのは全然足りませんけれども、まあ、あの分からない人が、えー、初歩的なまあ 入門書として読むにはまあ、非常に読みやすくて参考になる本だったなというふうに思いました。はい、今日は以上になります。もしよろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。それでは。